白樺です。両方、両側なんか植えたんだろうかね。同じぐらいの大きさのが並んでる。十勝岳温泉はそっちはもう上富良野町になります。あ、雪だ。しばらくまだ楽しめるんですね、この、薄い、なんていうんだ、黄緑というのか。他の木は、白樺の木、には少し落ちるかなって、白樺が一番。こうやって走り回ってて何度会えるでしょうね。最近毎年会ってるから車の外では会いたくない。